こんにちは、速稼塾の久保です。なんかいいような悪いようなニュースが入ってきましたよ。総務省の決断なんですけども、今回ねニュース見読んでみますね。独自コロナ財政難の自治体、国が支える、国が支援へ、地方消費税の減収分を補填ということですよ。なんだこりゃ。総務省は新型コロナウイルスの影響で財政難に苦しむ自治体向けに、本年度の地方消費税などの減収分を地方交付税で支援する構えだ。実現すれば初めての対応となる。武田総務省が近く正式表明するということですけども、いや、すんなり出すなってね。まあでも地方にね、こういうふうなお金を補填するのはそれ自体はいいですよね。例えば広島市とかもね、今回商売がうまくいかない業者さんがいっぱいいたんで、その分税収落ち込んでるでしょ。その落ち込んだ税収分、いわゆるね、地方自治体にしてみれば粗利補償なんですよ。これ粗利補償をしますよってことなんですよ。そのね、もうバカかと、バカかと言いますよ。これは何が言いたいかっていうと、このね、地方公共団体、公共団体にねお金を積んだら帳簿上は合うでしょうよ。でも通常はその間に消費者や生産者、企業があったんですよ。だから消費者、生産者、企業に粗利補償すれば、私たちはお金をいつも通り使って、で地方公共団体ね、広島市とか、それから他ですよ、広島県とかに納税されるじゃないですか。で帳尻合うじゃないですか。でこれをやるとね、なんていうの、直接地方交付税増やすと、その市民に全くお金が来ないんで、その中の需要も供給も起きないじゃないですか。なんだこれやですよ。これね、帳尻合わせもいいとこですよ、こんなの。いや、国民にお金配ってくださいよ。国民にお金を配れば我々は使いますから。使ったら結果、その税収がね、それは地方公共団体に行くじゃないですか。そしたら万事三方よしですよ。総務省よし、地方公共団体よし、で国民よし、みんな普段暮らしでよかったねですよ。なんだこりゃ。地方公共団体にその税金で持ち込んだ部分補填しちゃったら、なんかこれ形だけ見るとね、なんか市民、県民、国民が赤字を出して、その分だけなんか総務省が割り食ったみたいな解釈になるじゃないですか、これ。だからね、もう一回言いますけども、これはね、直接地方公共団体にその税収分を保証する、要するに粗利補填をするんじゃなくって、国民にしなさいよ。国民に粗利補償すれば、私たちは普段通りお金使うんですよ、ね、それによって生命も助かるし、助かった生命が今後もね、消費活動とか起こすじゃないですか。世の中を GDP を生産するじゃないですか。もう何やってんすか。今年このね、この難局を乗り越えられずにお亡くなりになった方とか、これからもねお亡くなりになる方出るでしょ。その人はもう永遠にこの国に消費を起こさないですよ、ね、こんな帳簿だけ合わせて何にも変わんない、もっと悪くなる。だいたい GDP ってのはどうやって作られてるかってことなんですよ。 GDP ね、これもうご存知の方ばっかりだと思いますけども、あえて言いますけども、誰かが商品を買う、それによって売った業者さんにお金が入る、その業者さんがまた別のところで何か買う、仕入れをする、食品を食べる、いろんなことするから、そこでも GDP が積み上がっていくわけでしょ。だからこっちで売り上げ、あっちで売り上げ、こっちで売り上げっていうふうに、ある人は何かを買い、買ったお金で何かを売る、誰かは何かを売る、売ったお金で何かを買う、この連鎖が GDP じゃないですか。この何ですかこれは。総務省から地方公共団体に粗利補償して、それは帳尻は合いますよ、それはね。でもその間の市民、国民はもうね、生産できないですよ。でこんなことをするから亡くなっちゃう方もいるじゃないですか、ね、で死んでしまったらもう永遠にこの国で消費活動してくれないですよ、生産活動もしてくれないですよ。一人の生命がいなくなるってことは、その人がこれから感じる喜びとか苦しみとかね、妬みとか、いろんな感情で巻き起こる一つのね、言い方は適当じゃないかもしれませんけども、一つのコンテンツが失われるんですよ。人が生きてれば必ず何かエピソードがあるんですよ。そのエピソードがコンテンツであり、例えば何かのね、漫画とか小説のネタになるわけですよ。そうすることによってお互い何かね、優しさが生まれたりとか、みんなで協力して国を支えていこうと思うわけじゃないですか。でもね、まあ、こういうふうに、まあ、いわゆる弱者切り捨てとかね、小さな中小企業を潰してしまえば、それは綺麗なこの日本っていうのはできるかもしれないですよ、エリート国家が、ね、こういうふうな、何、昔で言うとね、優生保護法みたいなね、劣悪遺伝子排除法みたいな無茶苦茶なことはね、
なんか菅さんよくこんなことできるなと思いますよね。菅総理の支持率高かったでしょ。今急落してるじゃないですか。あれは国民の失望ですからね。で、野党にも言いたいけども、野党の力が全然ない。ね、全然野党が与党に対して脅威じゃないわけですよ。だから何にも提言が入れられないしね。で、間に入ってる公明党さんね、自民党の二軍になっちゃダメですよ。ね、公明党さんはもう誰もが思う弱者の味方なんですよ。公明党さんはね、誰かの弱者の味方。弱者の味方ってことは野党の味方でもあるんですよ。ね、野党の気持ちを汲んで、こんな声が出てるから自民党さんと公明党という私たちの声も聞いちゃってくれませんかっていうふうに切り込んでいかないと、ね、だから選挙の時に一生懸命公明党にお願いしますっていうふうに創価学会の方もみんなね動いてくれるわけですよ。創価学会の方だってこんなことを頼んだら切られるんじゃないかとかね、友達関係悪くなるんじゃないだろうかとかっていう恐怖に怯えながら罵詈雑言浴びながらね、それでも選挙行きましょうっていうふうに呼びかけてくれてるんですよ。で、そういうふうなその創価学会さんの活動にも泥を塗るってことじゃないかなと思うんですよ。これ公明党さん、山口代表、なんかこういう時に国民の声に耳傾けなくてどうするんですか、ね、それこそね、医療費の負担が1割から2割に上がるみたいなこともありましたけども、あれも止めないと。公明党さん、何のための増税だったんですか。去年の増税やっても結局は見通しが甘すぎてまた増税でしょ。これなんだこれはという怒りが込み上げちゃいますね。皆さんもそう思いませんか。ということで今回は私がね、個人的に怒ってみただけになりましたけども、まあそこまで熱くならなくてもいいかな。まあでも私はね、これね、自分が今国会にいて、なんかわかんないですけども、あの武田総務大臣にね質問する立場だったらこれと同じこと言いますからね。何を考えてるんだと。国民にお金を渡して、それから税収として地方公共団体にお金が行った方がこの三角形ができた方がいいじゃないか、なんで直接渡しちゃうんだみたいなね、私の見識が甘いのかもしれないですけどね、ちんぷんかんぷんですかね、こんな考えっていうのは。さ あ、皆さんからのね、なんか攻撃コメントもお待ちしております。いろいろと教えてください。